マガジンチャンネル。おじゃほしほらです。ちなみに井上さんのデスクとかいつも作業されてるの？デスクが向こうにあって、え、見たいです。デスク行きますか？はい、すごく汚いんですけど。汚いんですか？あ、ここがそうなんですね。あ、やっぱり山積みになってます思っていた通り。あ、これもいいんですか？見せて。いいよ。これは読書プレゼントだったタオルの日本が。あ、どっか日本なんですか？まあ、実際のものと一緒なんですけど。もうこれはゲットできてる方もいるんですかね？いるはず。あ、いい。お、お客さん、汗かいてますか？大丈夫ですか？え、もらっていいんですかね、これどうぞ。え、いいんですか？いただきました。あ、いいですね。ちょっと暑いですもん。井上さんのお友達いらっしゃるんですか？あ、でもそれだったらちょうどあの彼女も彼女も多分。お、お会いしたいです。彼女の彼女はだって、はい、もう私も出演させていただいているので、はい、ぜひお会いしたい。あ、やっぱ熱量が待ちますか？暑い、暑い、暑い。あの彼女の彼女のことを担当している松井。松井さん。松井さん。よろしくお願いします。牧あずみです。お願いします。なぎさちゃんを演じさせていただいております。素晴らしい演技。ああ。あ、ありがとうございます。嬉しい。あ、松井さんのデスクはとても綺麗ですね。どういうことですか？どういうことですか？ちょっとギャップがね。漫画が横に並んでるんですよ。そうだな。確かに整ってますね。整ってますね。ほう。あ、今ちょうど、あ、見てる。あ、見せちゃダメかもしれない。その次の日に発売です。あ、ダメです。引用ですかね。見せられません。これは。あ、極秘。まだ極秘です。極秘のやつを見てしまいました。ちょっとデスクが片付きすぎてますかね。確かになんかやっぱ私の持っていた編集担当の机じゃないですね。ね、急ぎで掃除したんです。急ぎでお掃除されたんですね。うん、なんか隠れるものありますか？サのフリースタンドが。いただけるんですか？美味しかったらいいんですか？ありがとうございます。なぎさちゃんいただきました。嬉しい。ありがとうございます。サービス。ありがとうございます。いただきます。やったー。彼女も彼女よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。ちなみに脇さんが今度シャングリアフロンティアの公式アンバサダーに就任した。就任させていただきました。これってご存知ですか？ちょろっとお話は聞いてます。ああ、そうですか。いろいろと活動していこうと思うんですけど、はい、なんか こういうことやってもらったら面白そうだなとかってあります？そうですね、なんか1話全部丸々脇さんの声で演じてもらったり超難しい1話丸々ね。そうです、三楽とかの声も含めて。ああ、楽ね。見てみたいです。それはもう声優魂試されますね。なるほど、なるほど、はい、検討します。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。いただきまーす。もらっちゃったー。嬉しいよ。グッズが増えてく。なんか物増えてきましたね。いいですね。いいですね。席の汚れ具合だと僕といいぐらいの人がリベンジャーズやと思う。あら、あら。これはあらですね。こんにちは。マージンの土屋です。あ、わけあずみです。はい。いつもアフレポ。こちらこそお世話になってます、はい、ありがとうございます。リベンジャーズ、リベンジャーズのグッズもいっぱいありますよちょっとロックンが早い。グッズがいっぱいありますね。すごい、そうですね、いっぱいやっぱ積んでありますね。漫画とかもごちゃごちゃしてますねいいですね。
これぞなんか編集部っていう感じの編集部っていう感じがします。デスクですね。これは何するの？簡単。何ですかそれ？これはポストカードです。ポストカード？これは何にプレゼントとかなんですか？いや、これは見本でもらったやつ、はい、見本で、はい、その本来は、うんうん、デンジャーズ そのキャラクターブックの特典としてつけてたやつの、はい、見本があるんで、はい、これを、え、はい、差し上げます。え、はい、非売品ってことですか？これは非売品一応。おお、すごい。え、いただきました。ポストカード、すごい、ありがとうございます。嬉しい。こういった非売品のものとかも結構転がってるんですね。転がってますね。転がってるんですね。日本で転がる。うわ、これ絶対みんな欲しいよ。わー、嬉しい。もうありがたいグッズが増えていきます。東京リベンジャーズよろしくお願いします。よろしくお願いします。脇さんのそういうアフレコの現場とかも、はい、たまに一度見学させていただいたことがあります。いかがでしたか？いや、本当素晴らしい。あ、そうですか。はい、なんか言わされてるみたいな感じになってますけど本人前で、ね、はい、あのダメ出しできないですもんね。できないですけど、いやでもひなってすごい理想のヒロインだと思うんですけど、はい、うん、それをすごく完璧に感じてくださって、いや嬉しいです。担当の方にそう言っていただけるの、はい、安心します。今大人気ですもんね。大人気ですよね。おかげさまで。漫画もアニメも映画も盛り上がってますので、はいはい、本当に気になる展開すぎて、はい、ちょっともうどうなるのかっていうのが、そうですね、はい、一ファンとして楽しみにしています。ぜひ週末で追ってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ラキさんが今回シャングリアフロンティアの公式アンバサダーになったんですけど、存じ上げてます。はい、あ、知ってるんですか？はい、ありがとうございます。聞きました、担当に。本当に井上君に聞きました。発揮手って何していいかとか全然分かってないんですけど、もちろんなんです。なんか編集されてる方からこういうところを行ったりとかこういうところ見に行ったりとかすると面白いよみたいな、なんかあったりします？作家さんのご自宅に。作家さんの確かに作画風景を見守るっていう。絶対見れることないですもんね。そ、見れない、見れないですよ。見てみたい。で、先生にその脇さんの似顔絵を描いていただきます。視聴者の方にプレゼント。プレゼント、あ、いいですね。企画もあるある。超それご提案させていただく。いいですね。漫画家さんのご自宅に行ける機会ももしかしたらあるかもしれない。オッケー出してくれるんですかね。絶対オッケー出してくれないですよね。井上くんのその交渉量能力次第。藤先生の自宅、僕も行ったことないんですよ。そうなんですか。でもいい機会かもしれない。そうですよね。これを機になんか、ね、手土産持ってきゃなんとかなんなんとかなるかもしれない。私も持っていきます、手土産。もう1回でいいから覗いてみたいですね。いや、ぜひぜひですね。じゃあ今後もそういう企画も、はいはい、なるほど。やっぱり編集の方からするとそういうとこ見た方が面白いよってことですかね。そうですね、見たいところなんじゃないかなって、うん、見たい。視聴者さんも見たいですもんね、はい、そういうところ。すいません、仕事中に。ありがとうございました。ポストカード、はい、ありがとうございます。いただきます。はい、物だけもらってます。物といい情報をいただきました。ありがとうございました。今のところじゃあね、出てる2つの作品のところ。そうですね、いただいちゃいましたね。井上さん、なんかせっかく編集部なんで、シウマガの編集長。編集長、一番偉い人ですね。偉い人、偉い人、私怖いんですよね。怒られないんですか？すごくいいんですよ。シャウフロチャンネルでは皆さんからこんなことやってほしい、こういう企画が見たい、わきちゃんにこんなことを挑戦してほしい、ゲストにこの人を呼んでほしいなど、シャンフロや週刊少年マガジンに絡めたリクエスト企画を募集しております。動画のコメント欄に書き込んでもらうか、概要欄にあるシューマガ公式ツイッターにコメントしてもらえればと思っております。あと作品のツイッターにもお願いします。企画とかは採用された方とかに、はい、なんかプレゼントしちゃいますか？
いいですね。なんかシャンフロのオリジナルグッズとか今ぜひ頑張ります。頑張りますといただきました。リクエスト企画を応募しておりますので、皆さん一緒にぜひシャンフロを盛り上げていただければと思います。よろしくお願いします。